この本を手にした者は私と同じ青き光を総合に宿し、やがて全てのヴァンピールを滅ぼす死神となるだろう。ヴァニタスの章、蒼月の吸血鬼という童話に登場する呪われた本の名前です。必ず見つけ出し、そして見極めてほしい。ヴァニタスの書の正体。見つけた！あんた、教会のシャスール、それとも彼女を処分しに来たブローですか？俺は彼女を直しに来た。俺たちが人間を襲うことは禁じられています。お前の曲がつのは茨の牢獄エグランティーニ。まさかヴァニタスの書。俺はヴァニタス、蒼月の吸血鬼よりヴァニタスの書と名前を受け継いだただの人間だ。空と映る交わる時、また夢を先振り返り。さあ、彼女の神明を返してもらおうか。